茶飲み友達。お電話ありがとうございます。ディーフレンドです。なんか罪悪感ありますよね。そうやってみんなでのけものにしてタブーにするから寂しい人が増えてくる。正しいことだけが幸せじゃないんだよ。私はずっと一人見たから。マナとファミリーになってくれませんか。孤独を抱えた高齢者と若者たちが家族になった。ルールとか常識とかみんな洗脳されてばっかだから誰も幸せそうじゃないんじゃん。